はい、こんばんは、下平です。こんばんは、吉水ノアです。こんばんは、早川雄平です。さあ、始まりましたけれど。けれど。今回は、これね、今年一番の問題作だと思う。お、来ましたね。はい、問題作、ちょっと立ちますが、これですね。ついに立ち上がりましたよ。ルポ、女性用風俗。ですね、作者は、菅野久美子さんというちくま新書の本なんですけど、うん、今女性用の風俗がこんなに流行ってるっていうのをここまで知らなかったので、うん、ものすごい勉強になりましたね、うん、でも面白かったでしょ。面白かったですね、うん、もう なんかねこうタイトル見ると今まであったような感じですよ、うん、こういう形のルポってないですかね。ないね、うんうんうん、そうだから僕ほら少年とか書いてるじゃないですか。そうですよね、で少年ってもうもろ、要はこれボーイズクラブの話なんで、うん、これそのものなんだよね、うん、それがもう20年経ってここまで進歩したのか、だから少年の進化系の現在地点っていうのがすごくよくわかる本なので、うん、よくありますよね、雑誌でこのファッションが今年はモテるとか、はいはいはい、こういう男はこうするとモテるみたいなこと言ってますが、うんうん、それを全部やめて全男性これを一冊読んでください。それが一番モテます。本当そうですね、それ思いました。あ、そうなんだ。そう、今日本で生きている女性がいかに辛くて寂しくて男性とうまくいっていないか、でその理由みたいなことも全部書いてあるので、これ読むのが一番手っ取り早いと思うな。なんか井田さんがもういきなり核心の部分言ってくださいましたけど、なんか男性としては、うん、なんて言うでしょう、僕もここにメモがあって同じこと、男性マストの必読書って書いてますからね、うん、いかに自分勝手に生きてきたか、うん、性のことだけでなく身につまされたって感想書いちゃってますよ。本気じゃん、もう本気本気だから なんか男性としてはちょっとそうルポ女性風俗じゃないですよね、うん、ある意味、うん、なんだろうなだから共感力みたいなビジネス書を読むよりよっぽど学び多いですよね、うん、そうだね。どうだったのさん。私はもうね、いや共感するもうそうって共感するとともに、うん、なんかでもちょっと世の男性を不憫に思ってしまう、そう、こともあった。なんかやっぱ女性ももちろんね、寂しいんですけど、男性もそこまで女性のね、寂しさを受け止められるだけの心の余裕がないんだなっていう。うん、あ、それ感じる。そう、なんかその切なさも同時に感じてしまって、うん、そう、だからこれ結構辛辣に書いてあるから、うん、今日どんな展開になるのかちょっと楽しみだなって感じですね。うん、はい、ちなみにですね、内容がみんな全然分かってないと思いますけれど、うん、要は女性の風俗ってやっぱ1時間1万円ぐらいらしいんですよ、少年と一緒で、うんうん、で女性がセラピストっていう名前の男性キャストを買って、うん、セックスすることもあればしないこともある、うん、一緒にご飯食べるとかデートも普通にできるっていうような風俗が今東京でめちゃめちゃ流行っているっていう話です、うんうん、その現場からのルポですね、うんうん、お客さんと、クラブの人たち、運営者と、キャストの男性たち、うん、セラピストから、実際に話を会って聞いてきているっていうのがこの本なんだよね。いやでも目から鱗のことがいっぱいあったね、うんうん、ちなみにですね、トピックとして面白かったのは、来るお客さんのうち2割が、あ、もうやばい、30代なのに処女だったらもうっていうことで、うん、実はバージンのお客さんが2割ぐらいいると、うんうんうん、であと、昔だったら勇敢マダム、うん、まあお金持ちのマダムがお客だったんだけど、今は20代30代40代50代幅広いお客、普通の人が利用している。大学生もとかありましたよね。そう、うん、それが辺がなんかすごい面白かったね。うん、もう一般化したんだ。なるほどね、うん、っていう。で、ネットの中で、その女風の経験者たちが集まって作っているサイトなんかもあって、うん、お互いにあの人いいよって勧め合ってるっていうのがまたね。うん、女性らしい。らしいね、うん、そこで勧め合った人たちがリアルで会って仲良くなっちゃってとかね。うん、ね、本当コミュニティになってましたよね。そう。いやでも本当目から鱗だったな、うん、正直ね、セラピストっていうタイトルで小説書こうかと思ったぐらいあ、そうですね、さっきその話僕らしてましたよね。そうそうそう、セラピストっていうんだもんな、うん、でもそれがまさにね、この後本編でも出てくるかもしれないですけど、いわゆる男性が風俗に求めてきたものと、うん、女性が風俗に求めてるものの違いというかね、うん、ちょっとそこは表してるかもしれないですよね。もうね、本当に呼び方に全部現れるんですよ、うんうん、男性の場合はキャバクラはキャバ嬢、カバ嬢で、風俗だと風俗嬢じゃん。あ、そうですね、うん、なので嬢呼びなんだよね、うん、もうその可愛い女の子って呼び方でしかないんだけど、うん、女性が呼ぶ場合はセラピストってことは、うん、自分が持っている傷だったり病だったりをある意味癒してくれる、うん、治療者としての
役割もあるんだよね、うんうんうん、肉体関係だけでなく、うんうん、その辺がやっぱりね、ここのセラピストはね、ものすごいシンボリックなネーミングだと思う、うん、やっぱこれとジョーのレベルって全然違う。本当ですね、ジョーですよ。同じ風俗って言っても、お嬢ちゃんとセラピストってさ、うんうん、まあそうか、お嬢ちゃんね、うん、確かになんかちょっと下に見られてる感じしますね。そう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 、この言葉だとね、うんうん、でも本当にね、うん、今年一番の問題作、うん、で有料コーナーのところで、有料版のところで紹介しますけど、今本当に筑馬だけじゃなく新書がめちゃめちゃ熱いので、うん、面白いですよね。ここをちょっと紹介してもおきたいですね、うん、はい、ちなみに、もう一言で今回のこの本全部のことを言うとこれです。寂しい女性たちと変わらない男たちの永遠のすれ違いの結果、セラピストが大流行するという。そうですね、もうこれで、まあ、ほぼ1時間分の結論なんですけどすいませんみたいな感じになっちゃうんですよね、そう、読んでてね、わあ男も辛いんだけど、うん、本当に男は考えないといけないなと思ったね。そうですね、なんか意外です。なんかこれ読んだ男の人は、うん、もうちょっと反発するかなって思いました、うん、そんなこと言ってもさ、みたいな、あ、そうか、うん、俺たちだって辛いんだから、そんな女なんかお涙ちょうだいじゃないですけど、うん、俺たちにばっか頼るなよみたいな。これだってあれですよ、僕普段そんな付箋貼らないですけど、そうそうすいませんみたいな感じ、こんなに付箋になっちゃったもうすごいね、もう反省だらけですよ、もう、うん、これだけ1時間いっちゃいそう。そうか、そうなんだ。これでもね、本編でも聞くかもしれませんけど、イラさん、まあ、やっぱりまさに少年著者としてね、うんうんうん、今日いろんな角度から伺いたいんですけど、少年自体がもう20年前ぐらいって。そうですね、20年前ですね。そんな前となると、このね、女風の中でも出てきましたけど、やっぱりもともと、さっき勇敢マダムの話ありましたけど、もともと女性風俗というとね、うん、ある程度こうお金持ちの奥様だったりとか、うん、こうもうすごい大衆化してたわけじゃないみたいな、うんうんうん、だその辺からの時代に少年も生まれたわけですけど、当時イラさんがそれを書こうと思ったきっかけとか、それを書くにあたっての、まあ、いわゆるね、ザ取材って感じじゃないかもしれないですけど、今以上に情報はもっとなんか少なかったんじゃないですか、どうですか。情報なんか全然なかったし、正直小説を書く上では取材全くしなかった、ね、おっしゃってますよね。基本イラさん結構そういうスタイルですよね、うん、こういうの面白いから書いたらいいんじゃないぐらいの感じで、うん、ものすごく自然に書いたらドッピシャでハマっていたっていう、ね、そして今まさにこういう時代になったっていうか、うん、びっくりだね、ですけどね。そうか、じゃあめちゃめちゃ当時そんなに調べまくったわけでもない、うん、っていうか、こういうことって調べても出てこないことが多いからね、うん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 、だからこの彼女、菅野さんは偉いよね、はい、うん、その性のすごい世界の中に飛び込んでいって、どんどん人に会ってくるんで、いや面白かったな、最近読んだ本の中では一番なんか刺さった本ですね。おお、そうなんですね、うん、なので本当に、まあ与平くんも言ってるけど、モテたいっていう、今よくわかんないけど、とにかくモテたいんですっていう人はまずこれ読んで、これ本当教科書にした方がいいですよね、うん、マジで。これね、もう高校生ぐらいに全員読ませれば日本が変わる。何がそんなに刺さったの。いや、じゃあこれちょっと今具体的には控えますけど、イラさんが言ってるのは本気で、すみません、教科書にした方がいいと思う、うん、マジで。少子化対策でこれを男性に読ませるのが一番いいと思う。でもなんかごめんなさいね、女性の立場から言うと、うん、私はもうこれを読んで男性が変わってくれたら、もうそんな幸せなことないと思ってるけど、うん、もうこの中にもあったようにも諦めてるから、うん、もう何がそんなに刺さったのか、諦めっぷり書いたんだね、そう気になる。なんかそうだね、確かにもう出来上がってる人は変わらないよね、うん、いたじゃん、なんか一人旦那で昭和の男ですから、自分が満足するだけで基本的に女性には何もサービスはしません。そう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 、っていう旦那とのね、うん、寂しいエッチの話を嘆いている、いたいた、その人がね、女風に行って男の人を買っているっていうさ、うん、ていうかもう本当に、あ、ちょっと待って、有料版で話そう、うん、引っ張ります、引っ張りましょう、はい、うまく引っ張っていただきました。本当、ね、面白かった、面白かったです、うん、面白いですね、うん、さあじゃあここでですね、ご質問お便り来てますかね、はい、お便りじゃあ先行きたいと思います、はい、新ウルトラマンの回とても興味深く拝見しました興味深く、うん、僕はウルトラマンを見て育ったので、評価としてはイラさんと同じような印象を持ちました。
個人的には大変満足だったのですが、早川さん、吉水さんの感想がとても新鮮でした。ボロスだったもんね。次回特集される映画を早送りで見る人たちでも、庵野さんのことに触れられているページがあったかと思います。作り手の立場としては、クリエイターとして書きたいことと、見る側を置いてきぼりにしないための過剰な説明とのバランスが難しいんだなと改めて感じました。とはいえ、庵野作品の直撃世代なので、庵野さんが作品作りになって、に携わってくれるだけで幸せ者です、うん。またオトラジらしい忖度ない刺激的な特集楽しみにしています。追伸、ネクスト新シリーズは新鉄人28号か新ガッチャマンはどうでしょうか。あ、いいね。なるほど、いいとこついてきましたね。そうなんだ、いいとこついてきましたね。鉄人ってさ、その操縦機さえ奪ってしまえば善にも悪にも使われる、うん、ものすごいパワーなの。意思がないからね、うん、ロボットに。その辺のところがちょっといいんだよね、鉄人は。そうなんですね。そっかそっか。はい、じゃあ質問いきたいと思います、はい。30代の男性からいただいています、うん。イラさん、早川さん、ノアさん、こんにちは。いつも楽しくオトラジ聞かせていただいています、はい。早速質問なのですが、私は趣味でゲーム制作をしています。おすごいね。すごい、最近はアイディアがうまくまとまらないので、うん、売れてるゲームをしたりアニメ漫画、本、映画を見てインプットをしています。またおとらじで藤田和弘先生の、読書は読むな、うん、で、イラさんが他人に自分が好きな作品を説明するのは創作の第一歩とおっしゃっていたり、うんうんうん、漫画さよならエリで映画を見まくってあらすじを丸々文字で書けと、ヒロインが言っていたり、インプットした後に何かしらメモを残した方がいいのかなと思い、ネット上にレビューを残すようにしてみました。うん、もういいね。そこで創作につなげるためという前提でのインプットのメモはどういう方向性で書いたらいいでしょうか。うん、またその理由を教えていただけたら幸いです。これね、うん、あんまりこれが正しいっていうふうに思わなくていいんじゃない。創作の批評の場合は、その人の個人がこれ面白いんだっていう熱が受けるんだよね。なので、逆に一番自分が感動したポイントをシンプルに分かりやすく書くっていうのが一番いいと思う。で、よくさ、最近YouTube も、まあ、ブログなんかもそうだけど、考察系でやたら難しいこと言う人いるじゃない。でも、あれはちょっと正直違うと思うんだよね。あれは、その知識があることで、それを見せてる感じですね。自分とはまだちょっと違うんだよね。実は無視する表より。実は表がないみたいなのありますよね、うん、逆に。なので、僕はなんかもっとシンプルに言った方がいいような気がするな。じゃあちょっと武骨でも今みんなもシンプルにやってって経験重ねる方がいい、うん、ね。だから自分としてはこの映画を面白いと思ったポイントがいくつかある。うん、で、それをどんどん伝えていって、うん、で、締めにちょっとユーモアのある締め方でいいんじゃない、うんうん、ちなみになんかここで例をいくつか挙げていただいている中に、うんうん、他の人がその作品を見たくなるように書くとかっていうことも、うん、ある書いた方が良かったりしますかみたいな。いや、そんなの全然関係ないと思う。だって好きじゃないものの場合は無理に褒めることはないし。そうなんですよね。うん、微妙な作品に関しては微妙に書けばいいんだよ。そっか、じゃあこう人からどう、評価されるかということよりも自分が、面白かった感動したとかっていうことを熱を持って書くっていうのが、うん、一番いいと思うし、彼の場合は、うん、そのゲームを新しく作るための、うん、手段の一つとしてあるわけじゃない。だからネットでそれを見ている人に変に忖度する必要ないんじゃない、うん、書くこと自体が自分のためなんだから。なるほど。ただなんか、うん、もう今のよく分かったんですけど、その上であえて聞きますけど、うん、やっぱりその自分がいいと思ったことを素直にっていうところも大事なんですけど、うん、でもやっぱりそのキラリと光るね、うん、そのまあ当然イラさんであればイラさんの批評っていうね、うん、僕らからすると、うん、あ、やっぱ違うみたいなのあるじゃないですか、うん、でやっぱり書く以上はまあ正直承認欲求もあるかもしれないけど、ちょっとそういうのできたらいいなってやっぱある人も多いと思うんですよ、うん、そうね。でもそれはやってくうちに出るのかな。やってくうちにできるというよりは、最初からできる人はできて、できない人はできないっていうことだと思うんで。まあ、できなくても、いいってことですかね。いいってことですね。うん、それででもご飯食いたいとなると、やっぱそうじゃないと厳しいってことですよね。まあね。どうなんですか、うん、でもほら、うん、ね、YouTube とかでも、うん、なんかよくわかんないこと言って、いいね、何万ももらってる人もいる。結構対極的になってきたね、むしろ。だからエヴァのね、うん、謎解きエヴァなんかはすごい数があるからね。うんうん、ただ正直言って、庵野さんは別にそんなに、裏のことを考えてさ、作ってるわけじゃないし、ね、キリスト教のことなんて全然大して分かってないような人。みんな深読みしすぎみたいなのもあるわけ。そうそう。人とか言ってもねっていう。そうなんだ。うん。そんなに分かんないでしょっていう。うん。怪しげな、そのね、キリスト教の、まあなんて言ったらいいのかな、あるあるネタみたいなのを引っ張ってきてるだけだから、別にロンギニスのやりだって、そんなようなもんでも何でもないし、うん、あんなでかいはずがないよね。普通の ローマの兵隊が持ってたやりなんだから。そうですね。確かにでかすぎですよね。うん、なるほど。まあじゃあ自分の思う通りに書くっていうことで、うん、はい。ありがとうございました。
はい、さあということでこの後は、ルポ女性用風俗のですね、はい、本編に入っていきたいと思います。でこの後ですね、ノアさんが爆発します、はい、爆発します。いやいやいや、なんでなんで、言いたいこといっぱいあると思う、はい、てか僕も、はい、あの無料部分では言えないぐらい、そうですね、ね、はい、いっぱいありますからね、ペロリストの話、ペロリストの話からペロリストはすごかった。はい、話僕、弟子入りしたいなと思ってますから、ね。でも私も一つだけ、この中でも文句言いたいことはあるから、もうそれを言いたい。それは有料版ですね。それは言いたい。はい。はいはい、ということで、続きはですね、本編はご視聴方法4通りございます。YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple Podcast、そして audiobook.jp、いずれかの方法でご視聴ください。詳しくは概要欄を、ご覧ください。ということで、はい、続きは本編で。はい。